スブロードキャスターというものは、ただいまインターネット放送録音中。手にしているのは小型録音機。メモリー型の録音機を持ちながら街中行き交う人にガンをつけて、今インターネットで聞いている君に持っていただきたい。確かに街は世知辛いよ。お金を持ってて顔がいいやつばっかりが持てる。だけどね、かっこいい車に乗ってるからって言ってかっこいいやつとは限らない。僕は負けない。テレビだけが、あのマスコミの何チャンネルとか何チャンネルというあのマスコミだけが遠くで見えるテレビジョンを伝えているとは限らない。ちょっと待って、よく考えると電池が入ってない。今のは練習だったんだ。父はアメリカ人、母日本人、バイリンガルで超高学歴。都内の小さな 1DK のマンション、ここがモーリーの自宅兼放送局。そしてどこにでもあるこのパソコンが放送設備の全て。モーリーは今、自分のホームページ上で3日に1度ラジオ番組を、そして年に数本映像作品を流している。この作品は中国での現地取材、世界を旅し現場を自分の目で見て体験することでしかわからないことがある。初めてこの世が本当はどういう仕組みで動いているのかが見えてくると思うの。あの新聞やそのマスメディアやその学校の教育が教える世の中こうなってますよっていうのはね、僕は嘘だと思いますね。それは表面的にしか世の中を見ていない。モーリーはいつも一人で世界に出かけていく。そして何気なく目にした風景やすれ違った人々の姿を作品へと昇華させていく。撮影、編集、音楽、ナレーション、作業は全て自分でやる。自由気ままな旅の中でしか映し取れない映像がある。僕が思いっきりもう俺にしかわからん、俺にも分からんっていうぐらいむちゃくちゃな、このカメラがブレたような、うおーっと突撃したようなのを、とにかく自分の作曲とかをつなげて何かわけのわからないパワフルなものを作ったとしますよね。僕はそれをインターネットで人に見せて、さあ見てくださいと言った時に、実は10万人や20万人を説得する自信があるの。子供の頃から天才と呼ばれていた。現役で合格した東大を半年で中退、アメリカに渡り名門ハーバード大学で電子工学と現代音楽を学んだ。91年にその経歴が注目され、 FM ラジオ局に出演、一躍人気 DJ となった。それもブレイクしてね、3年ぐらいで、テレビも出るようになって、ものすごい数字聞いて、 FM で 3% いったんだよ。信じられる？何やっても許されるぐらい顔パスになっちゃったもん、あの J-WAVE で。あの時はやっぱ貢献者だから。でもダメだダメだダメだこれじゃって言って、マスメディアじゃダメなんだよとかって言って暴れて、やめてやる、東大を捨てるだけの根性があるって自分で思ったら勇気100倍。東大を捨てるだけの根性があったら本当に何でも捨てられるわけじゃない。ということは失うものがないってことは何でもできるってことですよ。逆にそれだよ、パワーは。そしてモーリーは活動の舞台を DJ ブースから街へと変えた。モーリーの武器はこの小型デジタルカメラ。街を歩くと今の日本が見えてくる。感じたことをメッセージにし、インターネットで世間に問う。世の中に向かって発信していくということ。時給0円でもいいから自分の本当にやりたいことをやる。今ここから発信しているメッセージを受けた時に、あなたが何を返してくれるのか、それに僕は一番興味があります。どう？渋谷だよ。インターネットでの一人舞台。
この春ラジオ局でモーリーによるモーリーのための特別番組が企画された。その名もザ・モーリー・ロバートソン計画。リスナーに向けて個人放送局の作り方を教えるという異色の内容。モーリーなくしては生まれなかった。個人放送局を作ろうよと。計画では都内に開いたスタジオ付きカフェを拠点にモーリーが番組を進行。高速インターネットを使ってリスナーとやり取りしながら映像や音楽を紹介していく。完結した時に番組のテーマは誰もが表現者になれる。個人放送局をやってみたくなるとか、ちょっと逆説的なんですけど、そういうハイテクやインターネットの普及や それの背景であった70年代80年代 その消費者っぽい社会っていうのは、プライバシーの悪なき追求に行ったような気がするんで、マイホームマイカーみたいな延長で、でその結果個々人が自分が何をしたいのか分かんなくなっちゃって、しかもやたらチャットとか掲示板には出てる、参加したり物を閲覧してる割には寂しさは拭えないのね。多分僕が個人的な思いとして求めていきたい部分、番組 その僕のもたらすテーマにもなるんですけども、なんか本当にやるの、自分を実現するので、失敗もありだ、リスキーもあり、その中できっと出会いがあるっていう考え方ね。お手軽に出会うサイトじゃないのよこれは、うん、お手軽じゃないの、汗を流すし、もしかしたら見たくない自分も見なきゃいけないのかもしれない、修行が入ってる、うん、でそれは彼はずっと一人一人が実はメディアなんだと、表現者なんだと、でそういった時代が必ず来るから、自己表現をするスキルとか、自分を人に伝える能力とか、そういったものがすごくこれから大切なんだよっていうのをずっと前から言ってて、で実は今こそそういった自己表現の力っていうのが大切になってくるんだろうなと。でそのモーリー・ロバートソンが言ってた通りに、要は世の中が動いてきてる。モーリーがまた取材の旅に出る。行き先は韓国。ザ・モーリー・ロバートソン計画で紹介する映像作品を作るためだ。タップ。あとは電話につなぐ変なやつ。あとは一番大切なデジタルカメラ。お願い、閉まってよいしょ。お、モーリー・ロバートソン放送局梱包完了。入った。そうやってその場でババッと、まあお寿司であるとか串焼きシシカバブのように、その場で屋台のように作っていくわけだな。その流れや速さ、そしてそこで完結させる、その時間の区切り方がすごく好きなんです。早くもロケが始まった。すごい。おお、むちゃくちゃだ。わけわかんねえよ。最高。この街にモーリーは何を見るのか。